身振りさんに合わせて動きましょう。3、2、1、はい。膝を交互に上げ、リングコンにタッチしましょう。膝が上がりにくければできる範囲で OK です。ラスト1回。はい、 OK です。次はかかと上げストレッチ。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。股関節周りを柔軟にするストレッチです。ラスト1回。はい、いい感じです。続いて背伸ばしストレッチ。大きく踏み込んで腰を落とします。背筋が伸びているか意識しましょう。腰を反らないように注意しましょう。ラスト1回ずつ。はい、 OK です。最後は足を開いて体側ストレッチ。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。慣れてくると動きが小さくなりがちです。気をつけましょう。腰痛予防にもつながります。ラスト1回ずつ。 お疲れ様でした。
レディーゴー。ナイス。背筋をしっかり伸ばそう。その調子。いいよ。ナイス。いい感じ。姿勢改善の効果が期待できるよ。いい感じ。グッド。遠くまでホバーすると高得点だよ。レディー。いい感じ。ナイス。グッド。グッド。その調子。いい感じ。いいよ。ナイス。ナイス。いい感じ。グッド。エクセレント。ブラボレディーゴー。ナイス。ナイス。いい感じ。いいよ。グッド。その調子。いい感じ。いい感じ。その調子。お見事。レディーゴー。いい感じ。その調子。いい感じ。グッド。ナイス。ナイス。いいよ。グッド。ナイス。ナイス。グッド。グッド。すご
レディーゴー。ナイス！ナイス！いい感じ！その調子！グー！いい感じ！グー！いいよ！グー！いい感じ！いいよ！ナイス！びっくり！ナイス！エクセレント！レディーゴー。背筋の強化にいい運動かも。いい感じ。全身を使って振り下ろそう。
ときはゆっくりだよ。こいつは結構な足応えだね。いい感じ。休みながら進もう。イエーイ。どこへやった？ヒロを選んで。ワイドスクワット。さあ行くよ。ヒップアップの効果が期待できるよ。よしよし、いい動き。いいね、素晴らしい。 OK。いいね。OK。よしよし。よし。
いいね。いいね。輝いてるよ。いいよ。すごいぞ。オッケー。キレッキレ。よしよし。その調子。いいよ。いいぞいいぞ。いいね。すごい。よし。ナイス。いいね。どんどん行こうか。いいよ。いいよ。その調子。あと10回。オッケー。いいね。よし。いいよ。いいね。あと5回。いいね。よしよし。あと3回。いける。よしよし。ラスト1回。ナイス。完璧だね。腹筋ガード。息を吐きながらお腹に力を入れて。スキルを選んで攻撃だ。万歳腰振り。なるべく大きく腰を振ろう。12121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 12
まだまだ行くよ。スキルを選んで。英雄2のポーズ。ゆっくりひねろう。ゆっくり戻そう。前の膝が内側に入らないよう注意しよう。しっかりひねって。よし、左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。ゆっくりひねろう。ゆっくり戻そう。両腕とリングコンは床と平行の高さに保とう。しっかりひねって。しっかりひねって。しっかり戻そう。しっかりひねって。しっかり戻そう。
ひねって、パーフェクト。あの岩はいっぱい空気砲を当てれば壊せそうだよ。よし、強く押し込めば強力な黄色い空気砲が撃てるよ。しっかり水分も取りなよ。ワイドスクワット。よし、動こう。胸をしっかりと張ろう。いいよ。最高。よしよし。完璧。いいよ。最高。いいよ、完璧。オッケー、いいぞいいぞ。よしよし、いい動き。いいね、ナイス。よしよし、その調子。いいよ、すごい。いいね、キレッキレ。よし、すごいぞ。いいね、素晴らしい。いいね、すごい。いいよ、よし、ペースアップだ。よしよし、よし、頑張れ。あと10回。いいよ、よしよし。5回。 OK。 いいね、あと3回。頑張れ。よしよし、ラスト1回。よっしゃ、最高だったよ。押し込むとき足は軽く曲げて。無理せず水分を取ろうね。
桃でプッシュ。さあ行くよ。リングコンを落とさないよう気をつけて。よし、その調子。オッケー、輝いてるよ。よし、オッケー、いいよ、倒せたね。焦らないで立ち上がろう。腹筋ガード、しっかりと押し込み続けよう。なかなか手強いね。頑張れ。ねじり体側のポーズ。ゆっくり左へひねろう。ゆっくり戻そう。呼吸が止まらないようしっかり意識して行おう。いやー、お疲れ様。水分取ろうね。腰を下げて伸ばして、ビクトリー。それではスタティックストレッチを始めます。リングコンは使いません。安全な場所に置いておきましょう。右足を前にして足を交差します。体を前に倒し、左足の後ろ側を伸ばしていきましょう。そのままもう少しキープしましょう。体を起こし足を入れ替えます。
指先を後ろ側の足に近づけていきましょう。ゆっくり呼吸しながらキープしましょう。腰から順番にゆっくり体を起こします。左膝を曲げ、体の後ろで足首を持ちます。膝を後ろに引き、太ももの前側を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。足の甲を持つとすねの筋肉も伸ばすことができます。ゆっくり体を戻します。足を開き、膝に手を当てて腰を落とします。左肩を内側に入れて、左の股関節を伸ばしていきましょう。体を正面に戻します。右の股関節も伸ばしていきましょう。膝とつま先は外側に向けましょう。ゆっくり体を戻します。右足を前に出して腰に手を当てます。右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。足を入れ替えます。反動をつけずにゆっくり伸ばしましょう。ゆっくり体を戻します。腰の骨を支えるように手を当てます。上半身を後ろに傾け、お腹を伸ばしていきましょう。無理をして反らないように注意しましょう。ゆっくり体を戻します。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。